ロチしてたんですよね。そうです、そうです、そうです。ね。それからだから。ただ、ロックダウンになったんですよ。そうそうそう、フランスが先がね。ね。まあ、けどあれ、日本帰ってたら、僕、日本に帰って2週間ホテルで。うん、そうですね。うん、もうだからもう。まあ、そこでやらなくてよかったですね。やらなくて、うん、帰ら、僕は帰らなくてよかったって感じですね、本当。そうですね。私もでも今回、松島さんがいろんな方とやってみて、うん、すごい勉強になったし、うん、今日の外尾さんのも、いや、そうだよねって、なんかすごく思いましたね。あ、今日聞いてました。命安売りするなって言ってましたけどね、本当ね。聞いてました。で、やっぱり、原点に戻れって毎回言うじゃないですか。うん、で原点って何かなって考えると、うんうん、やっぱり、鹿では人そのものが原点なんですよね。うんうんうん、で人それぞれにちゃんと違いがあるよっていうことを今日言ってましたよね。うん、でもうまさにそうで、もうそれぞれの人の姿勢の写真とか撮ると、うん、この人たちが同じはずがないでしょっていうね。うん、ところ実はね、さっきパソコン上でその姿勢の写真とかも撮ったんですけど、はい、なんかマイクロソフトと私が相性があると保存ができてなくてもうね、大変残念な時間を過ごしましたよ、ちょっと、そう、もしかしたらちょっと、このままこれ、ちょっと画像ってシェアできるのかな、1枚多分できますよ、ちょっと待ってください、はい、画面共有のね、はい、ありますんで、はい、うん、大丈夫です、これで、これ Windows 10がね、大変慣れていないんですね、うん、私は、はいはい、大丈夫です、今できるようにしました、待ってください、今ね、今開きます、うん、1枚、この画像共有できます、ちょっと待ってくださいね、これが見えます、うん、どうすればいいんだろう、あのね、画面の共有ボタンってあるの分かります、iPad ですよね、うん、今ね、パソコンから入れてる、パソコンだったら、あのウェビ、この Zoom の下のところに画面の共有ボタンっていうのがあって、そこで押していただくと、はい、押してどうするの、そしたら多分自分が開きたいページのところに行くんで、それですね、あ、これで OK です、はい、出ました、はい、出たけど、写真は出てます、写真は出てないですね、パワーポイントしか出てないですね、パワーポイントですね、じゃあこれ、あ、スライドショーで出るかな、スライドショー、あ、出ました出ました、はい出ました、はい大丈夫です、の写真ね、うんうん、これらを見てるわけですよ、うん、この人たちを見て、うん、同じはずがないと思いますよね、うん、このね、軸が違いますよね、うん、そう、もう本当に猫背になってお顔が前に出てる人とか、うん、もう首が上に上がっちゃって背中がまっすぐの人とか、うん、あとこの女性は少し背中が反ってるんですけど、本当これ目を隠して最初作ったんですけど、背中が反っちゃってる人とかがいるわけですよ、うん、でこの人たちの顎の位置が同じはずがないんですよ、この人たちの悪くなる理由が同じはずがないんですよ、うんうん、だから口の中だけで見てたら絶対に勝負ができない、うん、と思っているので、うん、なので、いろんなことを考えると、うん、本当によく見なきゃいけないし、頭の先からつま先まで体がつながっているので、うん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 、例えばちょっと足をひねったとしても、はい、私たちちゃんと歩けちゃうじゃないですか、はいはい、それって足が痛いのをかばいながら体をこう立ち上げていきますよね、うんうん、その瞬間に重心は変わるし、うん、例えばどっかのこうちょっと筋肉の力の入れ方とかは変わるし、うん、当然首の位置は変わるし、うん、噛み合わせ変わるんですよ、なのでそういう状態の時にあまりいらしてもらってもちゃんとした治療が本当はできない、うんうん、だからそれこそそういればの方なんて歯がなくても顎の位置って顎位って変わるので、うんうん、昨日までちゃんと使えてたんだけど先生今日入れられなくなっちゃったって言った時に転びませんでしたかって聞くと大抵そういうことをしてます、うーん、その時に転んだ状態で正しい位置に合わせちゃうと、うん、体が悪いところに合っちゃうから、うんうん、それもあまりしてはいけないこと、うーん、なるほどね、
画面ちょっと共有は今消しますね。はいはい。なるほどね。だからそういうこう一番考えなきゃいけないことは、うん、全的な発想ですけど、うん、無常っていうことですよね。常でなることは何もない、うん、だからこそ人間の顎ってあの下の顎って筋肉でつられてるだけだから、うん、いくらでも動くわけですよ。ここですよね。ここそうそうそう、うん、そう上顎頭についてるじゃないですか、うん、だからそれこそ下を向いた時と上を向いた時でもう噛み合わせ変わりますから、うんうん、だからこそ人間の歯はちゃんと多分すり減るようにできた、うん、あのライオンとか猫ってこういうふうにもこのまま噛めるようにはいはいなってるからね。そこでもうブロックされちゃうから、うん、減らなくてもいいんですよね。噛みつくだけだからね、うんうん、でも特に穀物を食べる私たちの歯っていうのはちゃんと奥歯ですりつぶすっていうところまで本当は行きたい、うん、でも早食いだと行かない、うん、5、6回で噛んでたら前歯で食いちぎって、うん、小臼歯っていうちっちゃい奥歯2本のところまでで終わってしまう、うん、そういう人たちはたくさんいる。うん、だから本当に大臼歯をちゃんと使ってすりつぶしてる人たちはあまりいない、うん、実際の問題としては。それから現代人はあまりにも体が弱すぎる、うん、まず首が細い、うん、なので私あのマクロビもやってたんですけどね、はいはいはい、玄米菜食って、うん、体のない人たちには怖い、消化は多分できない、うん、でそういうことを考えていくと本当にその人その人がどういう状態で生活をしていて、うんうん、どういう体の力を持っているかっていうことがすごく大事、うんうんうん、と毎回思って、だから割とその生活背景は一生懸命聞くようにはしてますけどね。でそれからあのプライスの本とかねお読みになってわかると思うんですけど、はい、昔の人たちは本当に顎の強さもあったし、うんうん、歯の強さもあったし、はい、食べるものも違いましたよね、うんうん、加工されてる時間がそもそも違いますからね、うん、で例えばそれこそ野良仕事してそれからこうなんだろう生活に入ったりしていたわけじゃないですか日本人にしてね、うん、はいはい、そういう体の動きが全くないので、うん、同じように多分昔の人が召し上がってたものを、うん、たくさん回数を噛んで食べれば、うん、実は口の中は汚れないんですよ、うんうん、なので私は歯磨き上手の人を作りたいんじゃなくて汚れない口の中を作りたいわけです、うん、なのでライフスタイルプラークコントロールって言ってるんですけど、うん、ただ単にプラークコントロールを歯磨きをしなさいね、歯間ブラシを入れなさいね、フロスを入れなさいねっていうことじゃなくて、うん、上手にベロが使えて、ほっぺたが使えて、うん、歯が使えて、うん、ベトベトしないようなものを、はいはい、お料理姿勢正しく書くことができたら汚れないんですよ、うん、でそこに戻っていこうと思ったときにやっぱり子どもたちのところに戻っていかなきゃいけなくなっちゃう、うん、でそれから、うん、そう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 、で例えば大人の成人矯正ってできるんだけどもう体が決まってるじゃないですか、筋肉も、うん、成長も終わっている、そこで急に、歯だけ動かすととても不具合が生じる、それがオリジンに戻るっていうことと同じで、うんうんうん、この人が作ってきた体の形によって顎関節の形も変わり、うん、手術の形も変わっている、うん、なのでそこを急激に直してしまうと、うん、やっぱり他に不具合が来ますよね、うん、そうなんですよ。だからこう大きくババーっといじってしまって、うん、はいあなた綺麗に噛めるようになりましたねって言って、はい、いわゆるこう心理歯科って私だけ嫌いなんですけどあの、まあ、それは笑えるようになった方がもちろん良しですよ、はい、でその人のプライオリティによるから、うん、私こんなに笑えないんだと生きていけないわだったらどうぞなんだけど、うん、もう
骨格から外れたような噛み合わせを作ることはしたくない。それはやっぱり壊れてしまうことで怖いから、うんうん、で歯並びと実は噛み合わせって違って、うん、あの噛み合わせがとんでもないこう内側に生えてたりしてもね、うん、でちゃんと湾曲があるわけですよ歯並びにね、はい、そのカーブが大事だったりして、あこの模型を撮ってみるとこの人ってこんなに歯並び悪いけどこの歯がここになきゃ噛めなかったんだっていう噛み合わせだったりするわけですよ、うんうんうん、それはその人のある意味持って生まれた体の弱さによってその歯並びができているとしたら、歯だけ急にきれいに直したとしても、うん、そこは追いつかないかもしれない。なるほどね、うん、だからそのいつも体調がいいわけじゃないからいつもこう元気でピッてした姿勢が取れるわけじゃないし、うん、例えばお風邪をひいて寝ちゃうこともあるじゃないですか、うんうん、でも寝込んだ日には顎がガッくんと後ろに下がるから、はいはい、で髪がずれてきますよね、うん、であとは現代人の場合忙しいと睡眠時間が不規則じゃないですか、うん、例えば3時間しか寝てない人が土日に20時間とか寝られたらアウトなんですよ顎が行ったり来たりしちゃうから、うん、その形によって丸かった関節の形が前側が減り後ろ側が減り三角形の関節の形ができちゃったりするわけです、うんうん、そうすると余計に不安定に動くようになる。だからそういうところをちゃんとこう見ていかないと、不安定要素があるんだよねっていうことを考慮した上でちゃんと作っていかないと、はい、ただ噛み合わせだけあなたはここで噛めるはずですってやる先生いるんですよ、うん、でそこで噛めないと怒られちゃう人とかいるんですよね、うん、それ無理だから。だからその変わっていくっていうことをなるべく忘れないで治療していきたいなって。実際患者さんでもしばらくぶりにこんなに顎の位置変わってるけどどうしたんだろうって思うこと本当にありますから、うーん、でそれはもう私たちにはもうそこまで変わってしまうと手がつけられない。ただ本人はゆっくりそこまで進んでいったりとかすると別に噛むのには困ってないわけですよ、うんうん、そしたらまあ一応こうなってしまうにはこういうことがなかったですかとかってお話をしながら無理に戻すことはしない、うん、そこに適応しちゃってるってことですね体も。そうです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 。本当にだからなんかこう、うん、顎ってその人のこう人生が全部見えるみたいな、うんうんうん、汚れのつき方とかで、うん、どうやってしてるのか、どういう食べ物を食べてるのかも分かりますし、うん、どんなにこう歯磨き指導したところでやっぱり汚れ方が治ってこない人もいますよね。うん、でそれは生活が変わらなければ変わらないじゃないですか、うん、それこそ本当に、うん、本当に添加物の甘いものをびっちり食べられるといや、こんなに汚れちゃってるねって、もうスタッフも先生も嫌ですって言うんですよ。いや、うん、いやいや、ここをなんとかするのがあなたたちの仕事だよって言いながら、うん、もうそういう人たちはもうしょうがないから、じゃあ月1回でもこちらがお手伝いしましょうねっていう方向に変わっていくんですけど、うん、結局そういう人の話を聞いてると、もう30代で高血圧の薬を飲んでいたりとか、うん、たくさんいる。私はそれは本当は自分で治せるのになって、ものすごく思いますけどね。まあ、うん、まあ食との関係はね、やっぱ歯ってすごい、もちろん食べていく機能としてもすごく大事ですし、まあその食べ方がいろんな構造を体をダメにするっていうことをなんで気づけないんですか。なんで気づけないんでしょうね。で、もう一つ硬いもの神話があるじゃないですか。うん、硬いものを食べてれば咀嚼回数を増やすのがいいことって、ね、みんな知ってるから、うんうん、硬いものになっちゃうんですよ、うん、硬いものってものすごく歯を痛めすぎるから、うん、硬いものやめてほしいわけです、うんうん、昨日、押村先生と話してて歯根膜の話をちょっとしてました、ね、はいはいはい、で歯根膜繊維って、あとこれは今模型がこういうふうに歯があって、うん、骨でそこにこうバネみたいな本当にこういう繊維が横に通ってるんですよ、うん、これがギューって力がかかると今、うん、この上の部分がこう V 字になるじゃないですか、はい、これね、レントゲン上で V になるんですよ。
この子、悪化っていうと要するに圧力の下って書いて押し下げられることがずっと起こる、うん、そうするとここの血流悪くなるから最終的には吐く気が下がったり緩んできたりしちゃう。だから硬いものをギュッギュッて噛むも、例えばガムとかね、うん、みんななんとなくガムってお口の中がきれいになるからいいと思って食べたりして、うん、あとあんまりパンもよろしくないわけです。うん、グルテンが口の中に残るからギュッて噛みつかなきゃいけない食べ物になるので、あの顎関節症で顎が痛いって言ってくる方ってほとんど虫歯なかったりするんですよ。でも硬いものやめてくださいね、その中にパンが入りますよって言うとみんなすごく好きなのにって言われるの。まあけどパンってフランスパンですよね、普通のパンじゃないですよね。うん、同じなの。同じなんですか。あのこうふわふわっとしたのでもギュッて潰れた時にお米は潰れるでしょ、うん、食パン残るから。イメージは、ライオンがこう食べた時に首ごと持ってってこうやって食べるじゃないですか。はいはいはい。それと同じような力がパンを噛む時には多分かかってる。だからそこは和食との違いだと思いますよね。なるほどね。じゃあもう長くこう日本人は和食っていうか日本のね食事に慣れてきて体を作ってきたものから急激に洋食にシフトチェンジしてると体に無理が生じられるわけですね。そうですね。だからそれだけ骨格と筋肉が追いついてくればいいけど、もともとやっぱり西洋人は顎の厚みがあるし、歯の長さ長いし骨格が全然違うんですよね。だからインプラントができるんですよ、もしかしたら、うん。で、結局私がインプラントやらないのはこの歯根膜がないからだから、うんうん、結局歯根膜があれば今言ったように下がるし、例えば顎が後ろに行ったら歯って倒れてくれるんですよ。要するにそこも要するに流れる川に流れるままにちゃんと歯をそこのところに残しておこうと思ってすり減りながら噛み合わせを保つ、うん、ところがそこにインプラントって歯根膜がないから、はい、杭を打ち込むことになりますよね。うん、流れる川に一本杭打ち込まれたら他の噛み合わせが変わるんですよ、はい、うんうんうん。で実際本当にこう噛み締めの強い人って、金属の管が入ってる時があるじゃないですか、はい、それ外すと外した瞬間に元の位置まで歯戻っちゃうんですよ、噛み締めてて、だからあれ要するにクリアランスがあるはずなのに実際型取りしようと思ったらもっと削らなきゃ間に合わないってことが起こるから、まあね、そうやって聞きますね、やっぱちょっとの間で歯なんですよ、うんうん、そう動くってね、それが動くのに動かないものを入れられちゃうと、うん、全体のバランスが変わっちゃうかなって思います。うん、なるほどね。まあけどその中でなんかこうバランスを見つけていく、うんうんうん、まあ、答えないですね、だけど、言うと。うん、だから、状態を常に、まあ、アップデートするっていう常識を、うん、自分の中での口の中の常識を常に認識し続けてないと、ダメだってことですよね。そうですね。自分でもですし、それがお医者さんなのか分かんないけど、自分で状況を把握してないと、ね、今話聞いてると非常に難しいこと起きるんだなと思ったんですけど、お医者にも通わず、そういうことできることあるんですか？ん？できることっていうのは自分でなんかこうやって意識持てることとか、その状況を自分の歯の状況とか今口の状況とかをなるべくいい状態に保つにはやっぱりベロの位置なんですよ。ああいうけど、うん、結局本当は足とかもあんまり本当は組んでほしくないわけですよ。体幹ずれるからね、うん、顎もずれるじゃないですか、うん、で私はそれが自分の癖だと思ったので足を組むことをやめようと思って癖としてやめたんですけど、実はベロの位置って上顎にずっとついてるのがいい位置だから、うん、そこの位置にベロがあると実は足って組みたくなくなるんですよ。状態が保てるようになるから、で呼吸は楽になるし、うん、で子どもの頃からそのベロの位置の訓練ができてると、うん、ベロがちゃんと前にギュッと歯を押してくれていたら、うん、顎の骨は多分広がるんですよ、うん、で、上顎にベロがついてたら
上顎のど真ん中には骨のこう縫合っていって開く場所が残っているから、うん、そこをギュッと押し付けていたら上顎も広がるんですよ、うん、しかもそこの真上には鼻がありますから鼻の高さも実は高くなるんですよ。だから呼吸するところが全部改善するはずなんです。うん、だから顎が下がってしまう人はどうなるかっていうと、さっきのちょっとねあまり良くない姿勢の人たちはなぜあの形になっているかって言ったら、もしかしたらあの形が今の自分にとって一番呼吸がしやすい場所。だからこの前赤ちゃんの話ちょっとあの、ね、メールで送りましたけど、うん、泣いてる赤ちゃんがこうふんぞり返って泣くのは、はいはい、要するに 救命蘇生と同じですよ、うんうん、こう気道の確保してギュッてして頭を上げてそこで呼吸する場所を取ってる、うん、可能性がある。なんかそういう赤ちゃんの時でもベロの位置がとても悪いと、あの私これはちょっとねどういう診断基準かわからないので、舌、うん、状態癒着症じゃなくて強直症っていうのがあるんですよ。強直症、それは、うん、あの要するに舌状態ってこうくっついてるとね、ベロを前に出した時にうまく前に出なかったりするから、うんうん、割と歯が生えた時にそこの状態を切ってベロがちゃんと、うん、動くようにしましょうっていうのがあるんですけど、本当に乳幼児であの生まれたばっかりの赤ちゃんがあまりにも夜泣きがひどくて、要するにチアノーゼって言って顔が貧血になっちゃう、はい、子供のお父さんが、うん、その昔の助産師さんたちはたくさん言ってたんですけど、その絶状態を切る手術をしたらどうかと。でその先生は割とこう自然主義の先生で、奥さんを水中出産とかさせてる先生だから、はい、そんな赤ちゃんのね筋肉ごと切るなんてって、要するに全身麻酔しなきゃいけなかったりもするので、はいはい、でもやった途端に、それ写真見せていただきました、やった途端にその日の晩から赤ちゃんのチアノーゼはなくなり夜泣きがなくなってるんですよ、うん、だから呼吸っていうのがものすごくベロの位置とか歯の位置とかに関係がある。だから体の姿勢も矯正をしたことによって、え、こんな姿勢になっちゃったっていう写真も見せてもらったことがあります。だからねすごく怖いんですよ、ここを司っているところを触ってるっていうことは、うん、だからそういう意味でベロの訓練とかっていうのはある意味ちっちゃい時から必要だし、それがみんながやれるようになったら、だからお行儀よくいい姿勢が保てて、ちゃんと筋肉が自分でこう体幹が整えられて、それこそ小学校の頃から養生について学校で教えてくれてみたいなことがね起きてくれたら、多分矯正とかもいらなくなってくるし、内科的疾患もすごく少なくなると思う。で、じゃあ生まれてきてすぐやっぱり舌の位置を確保するためには、もうあの飲みすぎないおっぱいが必要なわけじゃないですか。もちろん、それはね、そうです、うん、あとはお母さんなんでそこがもうある程度の年数、その舌とそのね、あの母乳との関係っていうのも少しは言われてきてるのに、はいはいはい、なかなかやっぱそういったところを大切だって分かってるけど、なかなかそういう風にならない今って何が問題なんですかね、障害あるんですかね、そこに。やっぱり連携ができたのにももちろんあるでしょうし、もう一つは、うん、あの今でこそ助産師さんですごくそういうことを歯科と一緒にチームを組んでやってらっしゃる人たちもいるんですね、うん、だけどお母さんのお腹の中がちっちゃいんですよ今、できないの、お母さんのお腹の中が。だから赤ちゃんがすでにお腹の中にいるときにちょっと骨盤に降りてきていたりとか、うん、もし赤ちゃんがお腹の中で回れるスペースがなかったりだとか、うん、あと出産してくるときに力がなくて、例えば吸引分娩になっていたりとか、うん、そこで頸椎がすでにダメになっていたりとかすることも十分にあるので、うん、それから生まれてきたときにお母さんが赤ちゃんをちゃんと抱っこできない、うん、丸い抱っこしようと思ったら結構大変なんですよ、こういうふうに抱っこする力がないから。だからあの表見てても首こんなになってる赤ちゃん結構いるじゃないですか、それもここ痛めたらもう頸椎の3番目と顎って連動してるから、もうそこが悪くなってくるっていうことも十分にありますよね。うん、そういうことをもうちょっとこう
なんだろう、出産をする前からの過程で、うん、と、まあ、誰かが教育なり指導とか、こういうことを気をつけた方がいいですよっていうことを、要するにあのお利口さんになるための前にね、ちゃんと健康になるために何が必要かっていうことの教育がもっと必要なのかなとは思いますけどね。うん、だからそこから始めなきゃいけないなってことも十分にあるし、はいはい、おしなやかちゃんがたくさんいたりとか、うん、それ唇を閉じないで、はぁっていうふうにしかろうそくが吹けない子供がいたりとか、うん、そういうのは全然一般的な健常人でたくさんあることだから、うんうん、だからなんだろう、多分昔みたくこう、おばあちゃんみたいのがいて、うん、そんな格好ご飯食べちゃダメですよとか言われないし、うん、子供も忙しいし、今もう小学生だって10時ぐらいまで塾行ってるじゃないですか、うん、で、お父さんとお母さんと一緒に食事するのもあんまり機会もないですからね、うんうん、で、しかも小学校でいくら食育とか行ったって給食時間15分ですからね。本当なんですかそれ、意味わかんないですね。だって、だから給食の準備をして後片付けを入れたら40分ぐらいなんですよ、うん、はいはいはい、食べるなんですよ。そこでね、30回かめなんて無理なんですよ、うんうん、食育とか言ってる前にまずその食事の時間の確保からしないといけないし、うん、今ラジオ体操だって教えなくなっちゃってるしね、うんうん、あの日本の伝統的だったちゃんと机を全部片付けてお掃除するっていうのなんて私やってると思ったら、いやいや今先生そんなこと誰もやってないです学校ではって言われたので、うん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 、あの雑巾がけなんてものすごい運動じゃないですか。いや雑巾がけはねやった方がいいと思いますね、本当。だからそういうことを一切学校でやってない、うん、だからそういうことからちゃんと体が作れるっていうことが子どもたちもやってないしお母さんたちもできない、だから難しいなと思いますけどね。基本的にそういう教育から始めないといけないですかねっていう、だから昭和の本当にそうだな、中頃までの文化がもうちょっと戻ってくるといいかもね、正座できないとかそういうのもね、ありますよね。そうですよ、うん、足首が硬すぎてね、あの、うん、お芋掘りに行ったら足、あのお尻ドスンとついちゃうんですみたいなねうん、まあけどそういうのを見てね、親は可愛いとか思っちゃうんですよ。なんですかね、きっとうん、おかしいと思わないんじゃないですか。おかしいとは思わないかもしれないですね、きっとね、うん、それを何とかしようとは思わないかもしれないですね。基準がない、どこに戻るべきかとか、どれを指標にした方がいいかっていうものがないっていうのはちょっと大きいかなと思いますね、うん、あの自然の中で裸足で歩くこともないですからね、うん、まあ、僕は別にそういったところで育ってきたからね、まあ、うんすぐ近くに山があったとかなんでね、まあ恵まれてた方だったなとは思いますけど、今なかなかそういったの本当ないですからね、うん、そうですね、うん、まああとどうですかね、僕はたまたまね味覚教育っていうのをこうやってるんでね、噛むというのは人生のスタートだ、始まりだっていうことを、まあ味覚教育をフランスでやってる名前なんだっけ、ジャック・ピュージェさんっていうね、味覚研究所の所長とそういう味覚研究をやってるんで、のよくだ彼と話すと、噛むことが人間が生きるっていうスタートを始めるってことだっていうんですよね。だからその言葉が未だにいつもあの脳に刻まれてるんで、やっぱりその噛むってことを大事にしなきゃな、逆に噛むことができなくなるってことが人間がスタートした逆側にあるから、噛めなくなると人は死ぬよなみたいなことを意識があるからいいんですけど、なかなかそういう言葉をね聞く機会もないですよね。そうですね、うん、で予防歯科っていうのがねやっぱりあり、病気にならなくても歯医者さんに行くっていうことはよくあると思うんですけど、歯医者さんとそもそもなんかリテラシーを共に学ぶ教育とかってあんまりないですよね。そうですね、うん、うん、そうだからみんな栄養だけ取れてればいいと思っちゃうと、うん、今度ドリンクとかになってくるわけですよ。うん、いやいやそうなんですよ、噛まなくてね飲みはいいと思ってますけど、栄養ドリンク飲んだら分かるんですけど全部出ていってますからね、おしっこしたら臭いから。本当ですよ、で咀嚼しないと唾液が出ないから、
結局そこで消化も行われないし、胃酸も出てこないから、うん、あんまりなくなっちゃうわけですよ。うん、で、咀嚼するときに使う筋肉って相当大きい筋肉だから、うん、これだけで筋トレなんですよね、実はね。うんうん、だからなんかそういうふうにもうちょっと本当にこう、うん、お米をちゃんとよく噛みましょう。で、甘さが感じられるような味覚を育てるっていうことが、やっぱり大事なんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあだからね、その味覚教育においてもまずは噛むっていうことが大事で、噛むっていう、その歯がない時からでも噛むっていう中でこう食感っていうのをこう教育、あの赤ちゃんは覚えていくし、そこからおっぱいを噛みながら味っていうことを味わっていくっていうことが大切だっていうことを、まあピュージェさんなんかおっしゃってて、まあ、そうすることによって人間のその五感って言われるようなものをその口の中で赤ちゃんは何でもチェックしながら、何でもとりあえず口に頬張る、なぜかって他のところにいろんな神経持ってないから、口の中で神経っていうものを持ちながら、確認していく作業をしてるんだよっていうことをこうよく話してるんですけど、今何でも口の中に入れちゃダメみたいな、ダメダメダメみたいになりますよね。で、今度逆にもう一つ手づかみ食べてるのが流行っていて、硬い人参とかを食べさせるんです。うちの子これ食べたって、いやいやダメだからって、結局ベロで潰せる程度のものから入らないと、うん、客の訓練にならなくなっちゃうから、うん、でそれも怖いんですよね。だからね、手づかみでいいけど、好きなものを並べといたら硬いもの、こんなもの食べましたみたいなことになってきてしまっていて、うん、それもちょっとなんか行き過ぎたことになっちゃってるなとは思うんですけど、本当にだから今日も話してたようにね、落ちたもの拾って食べるぐらいのね、うん、全部こうアルコールで除菌しちゃうような中にいるから、うんうん、入れ過ぎちゃってやっぱり病気にもなるし、うんうんうん、とは思いますよね。難しいっす、難しい、何なんでしょうね。あまり自然といえば自然なんだけど、そこに対するリテラシー教育みたいなのがやっぱり社会全体に必要だってことですけど、まあ予防だからさ、儲かんないじゃないですか、正直言うと。まあ、そりゃそうですよ、ね、だからこの儲かるような仕組み作りっていうみたいなのもやっぱある程度はそのないとね。しかも、そうですね、しかもこういう正論ばっかり言ってて自分たちが儲かんなかったらやっぱり辛いところはあるんでね。だから予防にかけれるなんかこう仕組み作りみたいなのがもうちょっと出てくればねいいんじゃないのかなと思うんですけど、ね、国は7割ぐらいが今生活、医療保険が生活習慣病が原因でかかってる費用だって言ってるんでね、その7割減らそうと思えば、歯科がそういう知識を世の中に広めれることがあれば、根本的なできますよきっと、働き方改革もできると思うんですけどね。思いますよ本当に、うん、その連携が全くないっていうのが多分今いろんなこう原因なんですけど、それもね、言い方としてはね、社会の噛み合わせがなってないんですよ。なるほど。何を味わおうかとか、やっぱりいいところだけを味わうみたいなところにみんななってて、全体をこう味わってこう噛みしめて咀嚼していこう、うん、だってこれにも実は噛む意味あんだよとか、美味しいとは思ってない、脳では美味しいとは思ってないけどこれ噛みしめると体にいいよねみたいな、塩とか砂糖とか油さえ食べてね、脳が活性化してりゃいいやぐらいの感じのファーストフードしかないんでね。じゃあファーストフードに苦味の効いたファーストフードあるかってないわけですよ。売れないでしょうしね、きっとね。絶対売れない。絶対売れないね。うん。けど僕そこに挑んでますからね。そうですね。ローソンなんかね、もう塩砂糖もなしで、添加物も、まあ初回目はちょびっと入ってましたけど、次出るやつはもうないんですよ。あ、そうですね、そうしてほしい。うん。で、そういったものが選択肢として一回もなかったんで、いいじゃん、一個ぐらい作っときましょうよ、つって一個作ってるんですけど、パッケージに一言、よく噛んで食べてくださいって書いてますからね。素敵。いいですね。本当にね、添加物入ってないものを探すのすごい大変だから、うん、下手したら、フリスクみたいなこうね、口臭予防のってある。うん、あれって添加物だけなんですよ。
添加物以外のものが入ってないの。私たちは命を食べていただきますなのに、命全然入ってないじゃんっていうね。そこにもなんかね、もうでも国は全くそういうふうに動いてくれるつもりはないみたいなので、売らなきゃ買わないのにとは思ってますけどね。なんかね、経済的つながりがないとやっぱり進まないですよね。で本当はだから、買い物は投票だじゃないんですけど、うん、女性がお利口さんになってね、そういうものは私たちいりません、お買い物した時に買いませんっていう風になれば、企業は売れなかったら作らないじゃないですか、うん、だから本当はそういう風になって、だからね、松島さんが今お父さんたちにも一生懸命料理を教えてくださってますけど、うんうん、そういう風にしたらご主人だって一緒に買い物に行った時にこれなんだろうってやっぱり思ってくださるじゃないですか、うん、そういうのがやっぱり実践的ですごい大事だなと思いますよね。で、料理だってなんだってこう人って感動しないと行動に出ないから、はいはい、自分で料理ができてこれ美味しいと思ったら、うん、やっぱりで自分ができたと思ったらどんどん作るじゃないですか、はいはい、私もブロッコリーを塩なしで水からゆっくり茹でて、はいはい、茎も茹でてたら、あ、本当に美味しいと思ってめっちゃ感動しましたからそういうことが大事かなと思いますね。まあけどね、それも騙されたとは言わないけど、一回やってみることなんですよ、大事なのは。そうですね、うん、うん、そうすると大丈夫なんですよ、うん、でしかも一回やってくる見るときに一人じゃダメです、一緒にやってくれる人が大事かなと思って。で僕もそうなんですけどね、ちょっと去年脱臼して、脱臼をこうリハビリしていくときに気づいたんですけど、一人の医師だったらね、めげちゃうんですよ。まあそうでしょうね、うん、うん、そう、だって生活なんとかなっちゃうんですよ。そっかそれ多分歯と全く一緒なんですよね。でやっぱりそういうなんかリハビリ系歯医者さんみたいなのとかね、なんか歯科衛生士さんという立場ね、その歯医者さんに歯科医についてこうやるだけじゃなく、衛生士さんって数多く今多いから、そういった方たちの新しい仕事のあり方みたいなのがあってもいいのかなって今話を聞いてたら思いましたね。そうですね、歯科衛生士割と今も単独で動けるようにはなってきてますけど、うんうん、ところが数は全然いないんですよ、松島さん、歯科衛生士さん。いないんですか？いないんですよ。みんな困ってますから、歯科衛生士さん、いなくて。だからか、取り合いしてるような気もするなと思ってたんですよ。そう、看護師さんとそこは違うんですよ。看護師さんは、みんな必ず復職するんだけど、歯科衛生士さんは戻ってないんです。あとは、そこまでの、なんだろう。まあ、松島さんのところでこう一緒にやってらっしゃる人たちのところの衛生士さんはやる気がある人たちが多いと思うけど、うん、そうじゃない人たちも多い。正直言ってあんまりお勉強がしたくなかったからとかね。うんうん、だからそこでなんかこう自分たちがこれができるんだって、これだけやったらこれだけ患者さんが良くなったんだとかっていうことが実体験としてやらせてあげられるともっと変わってくるとは思うんですけど、実際問題、ね、数は全然足りないですね。じゃあ歯科衛生士さんが管理栄養士的なこともそうですけど、歯科衛生士さんがもう少し、まあ僕が言ってるようなその、ね、塩分を抑えることが生活にどんだけ大事かとか、うん、旨味をね味わったらどんだけ口咀嚼が増えるかとか、うん、この2つだけ覚えるだけで全然違うと思うんですけどね。そうですね、そうですね、うん、でそれで歯医者さんに来てる人たちに、まあ、予防の話を彼女たちがやっておかげで良くなったとか、おかげで料理一緒にやれたりとかできると、内科に行く数減るってことですね。そうです、そうです、そうですよ、うん、下手言うとそれで噛み合わせも綺麗にね、よく噛むようになってくれれば、まあ認知症も防げますからね。本当ですよ、本当に病気は結構なくなると思いますよ。うん、それこそ歯の汚れがついている人って血管の中汚れてるわけだから、うんうん、血管が詰まればそこのホースに圧力を加えなきゃいけないから高血圧になってるわけだし、そこから糖尿病も発生してくるわけだから、うん、一つ治った
知り合い、知り合いとかにね、講演しててね、ゆっくり噛むだけで痩せんだよとか言って、嘘でしょとか言って、まあいいからゆっくり噛んでてって言ったらね、速攻1ヶ月もしないでみんなね、2週間ぐらいで痩せたって報告くるんですよ。すごいすごい。そうだと思いますよ、本当に。これがね、歯医者さんが言って聞かないのに、なんで俺だったら聞くんだろうとか思う時もあるんですよ。なんでですかね。変じゃないですか、だって。そうね。けどね、なんでかってはっきりしてるんですよ。僕はゆっくり噛んだ方が、結論、この味に出会えたでしょっていう希望を与えてるんですよ、多分。ああ、そうね、うん。歯医者さんは理論しか言わないんですよ、多分。そうですね。うん、ゆっくり食べたら、唾液のおかげで甘みに合いますよとか言われたら、そうね。うん、そこは多分、歯医者さんもちょびっと努力するところなのかなと思いますね。あ、美味しさのね、もうちょっとその体にいいことだけを述べるんじゃなくてってことですよ。うんうんうん、なぜかったら、いい習慣ってね、楽から身につくわけですよ。そうですね、うんうん、でそれが脳にインプットされていくと、それが、いい習慣がずっと続くことによってまた体作りって多分できていくんで、僕はそれをね、やっぱ塩なしだったら素材の味に出会えるよと。そうですね、そうなんですかって話になって、いやいや、騙されたと思ってブロッコリー茹でといてって言ったら、さっきみたいに、ね、岩井さんみたいに、新まで美味しかったわとか言うわけじゃないですか。で、そういうワクワク楽しみがあるっていうことを気づかせてあげる、うんうん、そうですね。それがないまま、善悪だけで物事を言っても、人は習慣にはならないとはね、最近思いますね。そうですね。うん、心地いいとか、うん、またか美味しかったもそうですけど、そういう何か先にあると、それは習慣づけられるんですよね。ね、うん、ばならないで動くと、絶対にうまくいかないから。まあだからなんかそういう点でね、いろんな歯医者さん、ね、いろんな先生たちいますけど、言ってること多分ね、皆さん正しいんですよ、いろんなところから。わかりますよ。フレーズフレーズが多分違う時があるなっていうぐらいでたまに思うのは。けど、言ってることみんな正しいけど、それがなんで伝わんないんだと思ったら、言ってることでは楽しくないんですよ。そうね。そうかもしれないですね、うん。うん。だからそういう楽しくなるような方法を多分見つけれたらいいんじゃないのかなと思ったりとか、まあ、外尾さんの動画とかも多分見られてて、まあ音楽と数学は一緒にやった方がいいっていうことをね、言ってるんですよね。うん、数学は音楽から見つけられたっていうね、ギリシャの古典的な話もそうなんですけど、一緒にした方が子供は覚えやすいっていうんですよね、うん、でその時に僕ハッと思ったのは、ククの歌なんですよね。あー、そうですね。だからなんかよく噛むことをね、なんか楽しくなるようなことがあると人って変わるのかなと思ったりもしますね。そうですね。よく噛みなさいって言われたところでも楽しくもうんともなくて、いやいや、もう本当ゆっくり噛んでるだけって、いや、一人の子供によく噛んで、ね、食べなさいって言っても楽しくもなんともないですよね。みんなでやったら楽しいかもね。ね。そう、幼稚園とかでね、うん。家でもそうですよね。そうですね。お母さん、お父さんとみんなでね、うん、じゃあ何十数えようとかね、うん、言って噛んだら楽しいですよね、きっとね。うん、だからこんなに、それをね、塾に行く前によく噛んでいきなさいね、噛みなさいねって言ったら、いや、よく噛んでたら学校遅れるしさ、みたいな感じになっちゃうわけじゃないですか、一緒に噛んでないし。逆にお母さんがせかしますよ、ほらほら、そんなに食べてないで急ぎますよって言われますよ、きっとお母さんの方に。ね。なんかそこらへん、ちょっとずつちょっとずつなんかやれたらいいなと思ったりしますね。うん、ちなみに今僕はね、広島のインターナショナルの全寮制の学校の給食見てるんですけど、うん、今3月からだから2ヶ月、2ヶ月経ったんですけどね、4月からで2ヶ月経ったんですけど、最近ね、そこの学校の校長の理事長の息子さんがもう大学生なんですけど、たまにお手伝いでいろいろ見てるけど、まあ、うまみ教信者なんですけどね、子供たちがね、落ち着いてきたって言うんですよ。でも絶対そうですよ、うん、僕から見てても子供たちが落ち着いてきたって、食事の効果すごいですねって言うんですよね、うんうんうん、だからやっぱそれを
一人じゃなくてみんなでやるっていうことに意味があるんだなって今思ってるんで。そうですね、うん、それは食事のメニューを考えてらっしゃるんですか？うん、メニュー考えてますよ。メニュー考えて、それからあの一つ一つの一品はね、もう僕がやることじゃなくて原価計算も出てくるんで、ただこういう形に切ってくれ、ちっちゃくしすぎるといきなり奥歯で噛むから前歯でわざと切りたくなるようなカットにしろとか、その噛むには意味があるんだと。朝はできればフルーツ丸のまま出してもいい時もあるからねとか、全部あの細かく切ってあってスプーンで食べるようなものだけじゃダメとか、ナイフフォークで食べるときはナイフフォークで食べるものだけ、お箸であの切り替えて食べるとなるとそんなに人間器用じゃないからとか、あとはもちろんうまみの話もちろんしてあるんで、塩分糖分を抑えて、で丸の形のままを食べる、魚にしても切り身だけじゃない丸の魚を食べる、今そういうことやって、これもう少しいたらあのご飯食べ終わったら1日1句俳句歌える子供にしようっつってます。いいですね、うん、でもできると思います。あの結局田舎だからできると思います。そうですね、咀嚼して唾液も出るし、うん、ちゃんとミネラルもタンパク質も入ってきてたら、うん、絶対情動も安定するじゃないですか、うん、だからすごくいいと思いますよ、うん、楽しみですね。それをね、インターナショナルスクールでね、やらせてもらってるんでね、うんうんうん、まあ親御さんたちはみんな安心ですよね。安心ですよ、うんうん、であとそこでその季節の食材っていう地元の食材が自分たちでも育てるし、季語が入ってくると季節感も体に刻まれる、うんうんうん、でそれで季節感を持つと自分のふるさとがどこかって気づけるんで、うん、まあ、本当いろんな意味で複合的に考えてますね。だから一つだけで考えないっていうのが大事で、うんうんうん、まあ、そういう食から一つだけのなんかね、美味しいっていう答えだけを探すんじゃない、体にいいとか、うん、ね、体の機能の助けるためにとか作るためにっていうことを考えてやってるんで、歯医者さん自体もそうやって考えると、美味しくものを食べるためだけに歯を治すんじゃなく、歯っていうもの自体がもうちょっと違う機能があるとかね、構造上こうなってるっていうね、けど象徴としてはやっぱり歯並びがいい方がいいけどっていう話の、まあ、さっきの機能象徴構造みたいなところをもう少しなんかこう競争的じゃない、うん、会話をこうお客さんとする患者さんとするみたいなところが増えていけると、うん、そうですね、いいかなと思うけど、僕らもそれを知ってなきゃいけないんでね。そうですね、そうですね、うん、歯医者に行ったから歯医者に任せて全部治るじゃなくて、じゃあ自分も努力しなきゃいけないんですよっていう話なんですよね、うん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 、そうですね、本当にね、うん、だからいろんなところがそういうふうにちょっとこう、だからお医者さんたちも歯って大事なんだよねって言う割にはね、うん、言う割にはなんですよ、やっぱりね。そう、だから自分たちの食べてるものを見ても、ドクターなんてもう最悪の食事してたりしますからね、大学病院なんかにいたらね、だからそこからそれが病気を作るんだよっていう認識をもうちょっと持ってくれると、うんうん、例えばがんの手術が終わってなんか食生活について言われましたかって私が確認しても、誰もそんな指導を受けて帰ってこない、うん、ね、だからそれにはやっぱり理由がありましたよねっていう話をして、どんなものを召し上がってますかって聞いて、結局歯医者さんで話をすることになるわけじゃないですか、うん、でもやっぱり本当はそれはその手術をしてくださった先生なり、診断をしてくださった先生なりがこういうことも気をつけましょうねって言ってくれたら、患者さんとしてはもっと安心ですよね、うん、やっぱりね、うん、いやー、ほんとね、そこら辺いろいろ考えさせられますけど、まぁ、ちょっとね、ここでね、前回話したかったけど話されなかった内容にもちょっと関わって、ちょっと最後少し話していきたいんですけど、少子高齢化社会を迎える日本なんですよ。で、僕ね、3世代でご飯食べてないところ結構危険だなと思ってて、やっぱりこの子育てをしてるところでの味付けっていうところに、おじいちゃんおばあちゃんたちがそこを味わって、ん、味濃いよ味薄いよとかね、うんうん、やっぱ第三者の目がねないっていうのが非常に問題で、それは子供たちに対しても問題だけど、おじいちゃんおばあちゃんたちにも、親をやってた時はみんな仕事して忙しかったけど、老人になっていく、要するに年重ねていくと自分のその代謝活動量も減っていく中で、栄養消費がね
減っていく中でも味の濃いものを脳が好きだから食べ続けてる状態が、これあの少子高齢化社会における不幸だと思ってて、子供たちの味が濃い、それを気づかない、気づけない環境になってて、で本当だったら一緒に暮らしてたら高齢者もそこで気づけれる、ですよね。だから実は一石三鳥ぐらいになるはずの話なんですよね、子供の食事を用意することで おじいちゃんおばあちゃんたちが気づけると。だから介護食は介護食やるじゃなくて、乳児なら乳児のためのね食をするじゃなく、実は乳児に向けてなんかいろんなことをやってることで介護に対する気づきっていうものができることによって、一緒に食事をすることの大切さからね、気づかされること、感じさせられることいっぱいあるし、僕はおじいちゃん子おばあちゃん子だったりするわけですけど、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんの味の方が子供なりにやっぱ好きなんですよね、優しい味だから、もう親は忙しいからやっぱりちょっと時短になってるわけです。親のことを批判するわけじゃないですけど、けど親は気づかないわけですよ。私のねおばあちゃんから教えてもらった、要するにお母さんからね教えてもらったレシピだから子供たちに出すって、なんで私の味受けないのとかっていうのは気づけないんですよね。そうですね、きっとね、けど今はそれさえもそういったことを知る機会環境さえもないぐらい、各家族各社会になっていく、これがね、いろんなこう原因を生んでるんですけど、この少子高齢化社会を迎えようとしてる日本においてね、もう迎えてるんですけど、なんかね、どういうことを社会がやっていくべきか、どういうことを社会に気づかせれるきっかけを作っていくべきか、どんな感じに今ご考えなのかをちょっと聞かせてもらっていいですか、最後。まあ、今のね、話はちょっと、セットで考えるべきだと思ってるんです、僕は本当。で、特に、要するに離乳食から始まるのと、高齢化した人たちが介護食に向かうのは全く同じです。離乳食はベロで潰せるものを、ゼロジェというピラミッドの一番上を決めて、そこからどのぐらいのとろみのあるものとかっていうのを決めて、介護食は決めていきましたよね。それと同じなんですよ。だから、年を取るっていうことは、同じように、離乳食から始まったのと同じような経路を通っていくんだ、その形としてはそうなんですけど、都会の場合では逆におじいちゃんおばあちゃんが子どもの機嫌を取るためにたくさんのお菓子を買い与えてるんですよ、そうなんです。だからそこのところが、例えばじゃあおじいちゃんおばあちゃんの味がちょっと懐かしかったねっていうようには多分ならないと思う、なので、だから離乳食にしても私は別に離乳食を別に作る必要は全然ないと思っていて、だしを効かせたあの株みたいなものを茹でて、その味を家族みんなで味わっていいと思ってるわけですよ、だからそれを離乳食を別にしましょうと思うから大変で、介護食を別にしましょうと思うから大変であって、その辺は一律みんなでやっぱり大人が美味しいと思わないものは子供も要するに旨味がなければってことです、結局旨味なんですよ、そこの旨味の出汁なり要するにグルタミン酸なりイノシン酸なりそういうものがちゃんと含まれたものがあれば、多分美味しいと感じる、あとね、一緒に食べてるってことが美味しいなんですよ。まあそうですよね、味だけの舌ってなったら年寄りなんて言葉悪いけどやっぱり減ってるわけですよ、未来だって。そうですね、だからけどおじいちゃんと一緒に食べて美味しかったとかおばあちゃんと一緒に食べて美味しかったとかね、記憶もね、だって僕らもそうですよね、何食べたかなんてほとんど覚えてないんですよ、けど誰と食べてるか覚えてるわけなんで、そうですね、そっちなんですよね。だからいいものを与えてるっていう、なんかこう食べ物っていうのを餌だと思ってる。ああ、そうです。食べるって行為を一緒にするっていうことの方が実は大事で。そうですね。だからね、僕も今日はね、いろいろ仕事が重なって娘とできてないけど、まあけどそれでもね、大体1日2食か3食は結構一緒にやってる方なんですよ。内容も大事だけど、内容以上に一緒に食べるってこと。
そうですね、うん、でそれが3世代うちはできてないんです。なぜかって僕はフランス住んでるんで両親いないんで、だからそこに対する罪悪感みたいなのをいつも持ってるんですよね、うん、でも本当にこっちの都会だとご飯を家族みんなで何回食べますかって聞くと週1回もなかったりするんですよ、うん、お父さんが仕事に出ちゃってたりとかすると子供は塾、お母さんも遅く帰ってくるとかってことになるとね、うん、だから私が子供の頃は夕方5時ぐらいになると夕気の匂いって外にしたんですよ。うんうんうん、夕飯のね、うん、カレーだねとかね、ここのうち、うん、お魚焼いてるねって。今街歩いてても、まあ、お家が機密的になったのかもしれないけど匂いがしない、うん、だからそういうなんかお母さんがちょっと早くお家に帰ってご飯を作るっていうところも少なくなってるのかもしれないなとも思うんですよね、うん、だからなんかね、みんな忙しすぎる。だから今回コロナで私も2週間休んだりして思いましたけど、うん、みんな少なくても5時に仕事を終わりにしてほしいと思って私だってその帰りを待ってなくて済むしね、うん、でもう一つは企業だって仕事中に自分の体のメンテナンスをするんだったら歯医者さんでも内科にでも行っていいよっていうことを言ってくれれば、うん、みんなで5時に仕事が上がれる、うん、そういうふうな日本の社会にちょっとなんないかなと思ってます。何もコンビニだってよかったんですよ。24時間やっても十分足りるからね、うんうん、だからちょっとこう仕事を離れてみたときに、あ、なんかそんなにやんなくてももういいかもとかってちょっと思いましたから。うん、幸せの基準が、まあ、お金だって。私ここあの診療室自宅なので、うん、テナントないわけですよ、うん、だから幸いなことにね。だからやらなかったとしてもここに家賃かかってないから幸せなんですけど、うん、だから要するに自分が食べる分と、私猫3匹と暮らしてるんですけど、うん、なので猫3匹分ぐらい稼げればいいわけですよ、うんうん、だからそんなに頑張らなくてもいいかなってちょっと思って、うん、だからもっとこうゆっくりこう丁寧に高級なものを食べさせたら猫は早死にしちゃいますからね、うん、あのもう随分歯周病にしましたよ猫の歯抜きましたから私そうだからやっぱり動物もねそういう風に変わっちゃうし、で、うん、あの子たちって上手に作られたジャンクのペットフードの方が好きなんです。うん。出すとね、あ、そっち行きますかと思っちゃいますからね。うん。そう、だけど、だからやっぱそこはね、猫の健康も同じですけど、やっぱりどんなものでも食べてるもので命は作られてるなっていうのはつくづく思いますから。うん。やっぱり、で、やっぱり歯医者さんって食べることの専門家でありたいとも思ってるので、うん、それはもっとこれからもね伝えていきたいなと思いますので、ね、あ、けどね、食べることの専門家っていう時にこれ一つだけちゃんとしてほしいなっていうか、しなきゃいけないことは味が分かることの専門家と思ってるんですね。ああ、そうなんですかね。で、私は味が分かってるから高級なものが味分かるわって、いや分かってないからお金払ってるだけじゃんと思う時もあるわけですよそうね、うん、はいはいはい、味、お金が払えることが味は分かってると思ってる。うんうん、じゃあうちみたいなレストランでね、内装がちょっといいところで天然の食材と養殖の素材出して分かるかって言ったら大概分かんないですよ。そうですよね、うんうん、まあそれが味が分かるか分かんないかなんで、本来ならね、うんうん、まあけどその味が分かるか分かんないかっていうところをなんかちょっともう少しなんか深掘りしたりとかして、うん、この美味しいっていうものだけじゃなく、うん、あ、これ苦いけどこれ体にいいんだよねとか、うん、口の中で、あー酸っぱいなーと思ったけどこれ体にこう良くなるよねっていうところを歯医者さんから言っていくっていうことが、もしかしたら味覚教育的な発信を歯医者さんから言っていくと、他の体の臓器に対する反応がこうやって学んでいけるのかもしれないですね。ただそれが美味しく食べるためっていう、あの意外とそれでも噛まなくても美味しいものを食べるためにみんな歯直してるわけですよね。まあそうですよねそうですね、よく噛みたいからっていうふうにあまり言われないかな、もしかしたら、うん、よく噛みたいからって言いながらも食べてるのお寿司屋行って寿司食べてね、酸っぱかったとか痛かったとか言ってるわけですよ本当。そうですね、そうかもしれない、うん、だからそれがね、漬物をもっと美味しく食べるために歯直したいって言ってるんだったらもうね、喜んで直してあげてくださいと思うけど、そういうわけじゃないんですよね。そうですね、うん、うん、
あのコリッとした食感をもう一回楽しみたいんだよとか言ってる人だったら健全だと思いますよ、めちゃくちゃ。でもちゃんと私、入れ歯作った時に全部食材出しますからね。うーん、ご飯、たくあんとか、チャレンジしてらっきょうとかね、うん、どこまで食べられるかはちゃんと確認して、どの部位で食べてるかを確認して、うん、ちゃんと味が分かりますかっていうところは一応確認して、まあ、その時に必ず漬物みたいなものは出しますから。うん、じゃないと自分がこうこれ作ったぞっていう勝負にならなくなっちゃうので、ね、入れておしまいには遅くないから、うんうんうん、その場でもうご飯セットですよ、その日は。うん、なんかそういうなんかこうカミカミカミってこうやってなんかね、あのなんか入れてこう噛むチェックもそうなんですけど、その後あれカミカミカミってやってもね、あの味悪いんですよ。わかりますよ、わかります。だって所詮こうローが乗ってあったりするわけですから。あれ味悪いんですよ。だからあれやったところでこの噛んだこの味の記憶が体に行くなんて絶対思わないんで。そうですよね。なんかけどハーブ噛んで食べた、あ口じゃ苦いけどあれ体の中効能効いてるっていうのが分かるような、このリトマス試験紙、体のリトマス試験紙感度を高めるためのなんか歯科医からのなんかこう歯科衛生士なのか歯科医からのなんかこう発信みたいなのがね世の中出てくると、咀嚼っていうこと自体の本当の意味にみんな気づけるかなと思いますね。そうですね、うん、そうだからまだまだやることはたくさんありますね。ね、コンビニ以上多いってねいつも言ってるし、まあそれをあの吉田の山中社長ともねよく言うし、まあそれこそ吉田の山中社長からスイスのねキュラプロックスなんか紹介されて僕も行くんですけど、うん、やっぱそのうまみを通した本当に歯医者さんってうまみに出会うまでの仕事をまずやってほしい。そうですね、うん、うまみに出会うまで、なぜかって言ったら母乳にうまみが入ってて、歯が生えてくるまでにそのやっとかなきゃいけない咀嚼っていうのもあるわけじゃないですか。だからそこからも責任があると。そうです、そうです。だからベロの使い方だったりね、ほっぺたの使い方だったり、うん、唇の使い方だったり、そのためにやっぱり強い首がなきゃいけなかったりするから、うん、だからやっぱりね、その本当はあの産婦人科なんかとも一緒にやんなきゃいけないことだと思いますよね。うまみをね、人生の中でよりね、味わっていくためのこう口の中の構造っていうのがね、そうなってくると自然と咀嚼の時間長くなるかなと思いますね。そうですね、だから、うん、噛まなければいけないじゃなくて自然と噛んじゃったよっていう風になったらいいね。うん、で赤ちゃんもね、口の中にいっぱい入れてるのもあれ分かってるのは幼少、幼、あの乳児期ってあの口の中全体に未来があるんですよね。うんうんうん、であれがどん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 大きくなっていくと未来の位置があの下だけになるんで、それ以外の時はどうも口いっぱいに含んでる時、ほっぺたの内側全部にね未来があるそうです。ああなるほどね。だからあれはね、口の中にそんなにいっぱい頬張っちゃダメだよって言うじゃないですか。あれ口の中いっぱいでうまみを感じてるんですよ、あの子たちは。それさね、取っちゃったらかわいそうですね、それが一番欲しいのにね。だから動物でもね、牛とかでもそうですけどね、ちっちゃい時は胸腺がありますみたいなもんで、うん、やっぱりなんか大人になっていく過程において人間って体の変化も起きてるっていうのは、うん、なんかこの味覚神経っていうその味覚受容体が口の中に実は全部広がってて、うん、けど生まれてくる前なんか顔面にもあるっていうわけじゃないですか。あ、そうなんですか。うん、だからそういうのをなんかちょっと知ってるとね。そうですね、うん、うん。いいかなと思ったりとかするけど、なんでそこまで勉強してんのって言われるけど、なんかね、勉強してるといつもいろんな人から教えてもらえるからね、もう。すごいですよね。あの、ここ一連の話をずっと聞いてたらね、すごい勉強してらっしゃるなと思って。みんなに教えてもらえるんですよ。で、違う分野からも教えられると、はっと気づかされるんですよね。だってすごかったですよね。私あのラタチュイの時に初めてそのうまみの話を始めたんですよね、うん、私が聞いた時に、うん、であの時覚えてます、1時間オーバーだったんですよ。ああね、そうだって、いやこの人の熱はどこから来るんだろうと思ってちょっとびっくりしました。本気だと思って。あ、いやいや、まあ、本気で変わると思ってるんで、
まあだから今後どうやってこのうまみってまだね2000年以降の実はあの教育っていうかその科学で立証されたものだと思うんですよね。でそれはアメリカの大学が味覚受容体が下にあるっていうのを発見してそれがうまみもキャッチアップしているからって言われてからなんで世界のスタンダードにおいてはまだ20年しかにねあの歴史のないことなんでまだまだ研究の余地いっぱいあるし、そうですね、日本はそういう点ではうまみって言葉だけを作ったっていう点では100年のアドバンテージあるんですけど、ちょっとね企業寄りだったっていうちょっとダメな部分もあるんで、もう一回そこをベースにねあのいろんな方たちがこのうまみをベースに、しかも内科医もね外科医さえでさえもそうなんですけど、うまみっていうことからこう考えていくようなリテラシーを上げたりリカレント教育やっていければまだまだなんかいろんなこと学べれるなっていうふうに思ってますし、気づけれるし、ビタミンっていう言葉自体もそもそも昔なかったわけじゃないですか。あ、そうですね、うん、で日本のねあの鈴木梅太郎が見つけた時はビタミンじゃなかったんですね言葉がね。うん、で、オーストリア人だったかなかビタミンってね、人類が生きていくためのアミンだからっつって B ビタミンっつって B とアミンでビタミンって言い始めてるぐらいなんで、一回ハマっちゃえばそれがスタンダードになれる可能性っていろんなものってあるなって僕は思ってるんで、うまみっていうのがね日本だけの企業のなんか言葉っていう風にならない、もうこれはね味の素にも言おうと思ってるんですけど、いやもうね、うまみっていうのやめてくれと、うん、違うなんかラテン語の言葉があれば世界中みんな納得して使うんじゃないのかなと思うわけですよ、うん、まあなんかそういうのをね、なんか僕はなんかちょっと今後言いながらね嫌がられると思うけど、世界の人たちがあのうまみって言ったらうまい味でしょって日本人も思ってるし、あー、そうかもしれない、うまい味じゃないんですよ本当に。うまみは人類が穏やかになれるための味でっていうことでね、カインドフルフレーバーじゃないけど、なんかそういう風なのができちゃったらいいんじゃないのかなとは思ってるんですけどね、うん、それがねその新しい商標っていうか言葉ができたら歯科医も納得してね使えるかもしれないし、他の医者も納得して使えるかもしれないし、そうですね、うん、なんかうまみって言ってること正しいんですけど、あの言葉のせいで日本でもうまく伝わってないし、世界でもブロックしてるなって今僕思ってるんですよ、実は。そうですね、ちょっとその他のものとの言葉の落差はありますよね。うん、確かに、ね、なんかちょっとそういったのをね、ちょっと今後、まあ、やる必要あるかどうかね、言うとね、いろんなとこからね、ロビー活動で叩かれそうなんですけどね。そうですか。まあけどちょっとそれをしながら、あのうまみの本質を知ると、もう本当に人類の一番最初に人間が脳で覚えて感動する味なんでね、うん、それによって泣き止むっていう落ち着くことを覚えれるんで、そうですね、うん、こんなに荒れた社会はね、もう一回あのお母ちゃんのおっぱい飲んどけじゃないですけど、うまみにね、あの胃が満たされると、うん、もう少し社会が落ち着くかなと僕は思ってます。そうですね、うん、それでダイエットにも効果があるよってなれば、若い女の子たちもね、もうちょっとこちらの方に向いてくれるね、うん、キャッチーなところをちょっと入れつつね、うん、いけばなと思いますけどね。そうなんですよね、まあ、なんでまた引き続き、はい、うまみのことはちょっとあのアップデートしながらね。そうですね、うん、はい、うまみはね、人類の生き様だっていう言葉をこの間の外尾さんには言われたんで、まあ人類だけじゃないですねって、こう生命にとってもうまみを持ってる、アミノ酸を持ってるっていうこと自体が生き様なんで、うん、そうですね、うん、ちょっとなんかこう伝え方をこうどうするかっていうのを考えながら、また本当にね、探せば探すほど、勉強すれば勉強するほど、いろんな人に話聞けば聞くほどって気づくんで、うん、まあちょっとアンテナ高くまた今後もやっていきたいなと思ってますんで、はい、はい、またいろいろと教えていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、今日は遅い時間にどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。また連絡します。どうもです、ありがとうございます。皆さんもありがとうございました。